鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部によりますと、これまで新型コロナワクチン接種後に死亡が確認されたのは70代の女性、80代の女性、80代の男性が1人ずつ、それに90代の女性2人の合わせて5人と、いずれも高齢者です。ワクチン接種と死亡との因果関係は不明としています。鳥取県内での新型コロナワクチン接種後の副反応をめぐっては、今月13日の時点では県内で20件確認され、このうち2人が死亡したことが分かっていましたが、その後8件増え、県内ではこれまでに28件が確認、死亡例は3人増えて5人となりました。死亡例を除く副反応疑い23件のうち、多くが発熱などの軽い症状だということですが、アナフィラキシーショックは7件確認されています。